おっす。ちょっと待ってちょっと待って。やっぱ出てる。バコゲーム。バコ。この動画がダメなんだ。コツ。ゲームソング三昧聞いてた。ゲームソング三昧って何？ルセムさん、教授さん、みどりさん、いらっしゃい。なんでこういう動画があるんだろうな。NHK、あー、はいはいはい。なんか、年に一回やるんだっけ？あー、レオさんいらっしゃい。あー。なんだろうね。4年ぶりだそうです。4年ぶりだ、なんだ。一回も聞いたことないな。いえ、前回は4年前。うん。どうせ俺の好きなゲームとか出ないってか言いつつ、すごいいっぱい長い時間やるんだっけ。マジか、出てるって何？出てるっていうの。生もやるの？か、うわ、すっげえ、ミヤム。動画は空手の格芸でしたっけ。か、ってこと。あ、ゲストで。ズンタタって、なんか中の人わかんないな。これはね、極真のやつ、一撃鋼の人っていう。あ、今日ダメだ。今日ダメだ。ちょっとマジで。あー、何の動画にしよっかなーって結構時間かけて探したのにこういう動画だよ。プレイリスト、昨日の。お、はい。なんでこんな片耳動画なんの。他どうにしよっかな、じゃあ。あー、もうじゃあ、あー、どうしよう。このプレイつまんねえんだよなぁ。依頼いいっすか。はい、早い。ゴンブトさんか。ちょっと待って。音量がわからん。I'm Jackie Chan. This is my game. 綺麗な取り込みだ。じゃあやろっか。そのうち高尾さん来るかもしんないしな。ちょっと文字のフォントを変えました。もっと。ぎゅうぎゅうに入るように。変速は怖いね。やめてよ、なんかあのメダルゲームとかさ、子供向けコインゲームとかやめてよ。あ、やるか。依頼がないで、ないなら。他に依頼がないなら。はぁ。とりあえず言うだけ言ってみようか、じゃあ。いやかましいな、これ。ファミコン周辺機。ああ、じゃあ行ってみよう。ゴンブト、なんかフォントが変。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、フォントが変。どうしてこうなった。どうだどうだ。まあアットマークはついてないですね。あー、治った。犬、あ、大丈夫だ。何だったんだろう。超初期のジョイスティック。あー、うん、ハドソンのあれじゃないの、高橋名人のジョイボール。赤白。あー、はいはいはい、堀のやつだね。ファミコン堀ジョイカード2種類。あれ、え、ジョイ、え、ごめん。誰が何を言ってるか分かんない。赤白ね、2種類？あの、ボタンが三角形のやつじゃないの？ファミリーキングっていうの、あれ。操縦感型。そう。もう Google がさ、余計なことするんだって、もう、仕様変えないでほしいんだよ。並びとか、レイアウトとか。もう余計なことしないでくれ。これじゃね？ URL が NG になる。あ、これ堀じゃないのかな、これ。そもそもこれが堀かどうかわからんだけど。これじゃね？あ、違う。なんかさ、ボタンが、ワイヤーで繋がってるやつかな。ワイヤー使おう。キリキリ言うやつ、待てよ。ファミコンね、ファミコン。
周辺機器なんかすげえ開業が開業じゃねえよ。めっちゃいびつ。反応せん。超初期のジョイスティック。なんかちょっといい感じに行が開くな。赤白。URL 省略。赤白ジョイスティック。はい。ファミリーキングもう一回。はい。もう一回っていうかもう一回しか出てない。これが一回目だ。あー、ちょっと待って。はい、URL これだけくれたらよかったんじゃないの。画像の URL だけくれたらよかったんじゃないの。これどうですかということですけど、どうですか。いや、これ綺麗な状態で見たことないなー、後々。俺が昔買ったやつはもっと見たことないけど。リンゴです。はい。ファミリーキングだそうです。こんなのがあったのか。いや、俺が昔買って失敗したやつはもっとひどいけどね。ボタンが上に、スティックの上についてるんだけど、なんかね、ブレーキのワイヤーみたいなのでつながってて、なんかレスポンス超悪い。あれ、それ探して。え？あ、オレンジさんがなんか言ってるよ。ウルテク三名人くん。ウルテク三名人？あ、これ、あ、これこれ、これ、俺が探してるやつ、これだ。これ、ワイヤーで繋がってんのよ。これがね、なんかね、ギュッと押さないと反応しない。ひどいよ、これ。押してもすぐ反応しない。いや、これマジひどいって、こっちの方がひどい、ほんとに。あ、コントローラーにくっつけるやつだったのか、これ。うわー、やべー、これ。これちょっと保存したい。デフォルトに戻そうとか、ジャッキー終わったぞ。ジャッキー短いぞ。本番でリア、URL 省略。ジャッキーが著しく短い。しょうがないからこれにすっか。あ、いや待て。これにしよう。わこつー、赤白はこれぐらい。ちょっと触ってみたい。わら。いや、これすごいひどいよ。これひどい。で、ちょっと待ってね。あの、もう画面がいっぱいなんだ。2画面がいっぱいなんだ、これ。もう入りきりません、これ。さっきの確か色違いもありました。へぇー、色違いがあって2種類ってことか。ちょっと書きたいんだ。ね。超初期ので赤白で2種類。2種類あったと。色が2種類ってこと？色が2種類。2PO で。え、え？これにつなげると 2PO が使えるとかそういうこと？確か堀じゃない。これどこなんだろう。堀っぽくないね、なんかフォントとかが。これまあみんな見えてないと思う。おぼろげ。おいー。じゃあこんなもんでいいかな？今ね、多分なんか誰か探してるかもしれないけど、ちょっと待って。ですね、ファミリーキングですね。ファミリーキングは、オレンジさんか。ファミリーキングが思いついた。あ、ファミリーキング正解です。でも俺が探してたやつはこれです。ウルテックサンスリー名人くん、操作性ゼロって書いてあるもん。いや、ひどかったもん、マジで。はい。でも、そんなに珍しくないよね。なんか、まあ、見たことある。高橋名人が持ってるやつの次ぐらいに見たことある感じで。ゼロ、いや、これすごいのよ。押してもすぐにボタンが反応しないから、なんかバネみたいなもので繋がってる、このワイヤーで。このボタンと、これが、ここの、ここにボタン A、BA がついてるわけよ、スティックの上に。で、これをギュッて押すと、このワイヤーの中のやつ、なんかワイヤーの中の何かが、この A ボタンに伝わってギュッていくんだけど、なんかね、すごい力いっぱい押さないと、反応しないのよ、これ。小学生に無理。カメラのレリーズと同じ仕組みか。あ、そう。あれよりひどいんじゃねえかな、でも。いくらなんだろう、これ。これは純正のコントローラーにはめる系のアンプラグドなやつである。エイリアンのように管がうねって管がうねってるところがなかなかバンキバンキッシュ。いやいや、これマジね、ちょっとあの触ってみてほしいよね。なんかどっか書いてねえかな。
で言っても早動かないってそうで、いやだって俺はこれはちょっと俺ちょっと言っていい、これおもちゃ屋で買ったんだけど返品したの返金してもらったので、普通そんなん買ったら返金なんかできないじゃん、昔なんか特にできないじゃん。だけど触ってもらったの、なんて言って触ってもらったの、これやってみてくださいって同じく何が、ああなんて言ってて、触ってみてくれと言ったの。小学校3年ぐらいだったから、そしたら、ね、納得してくれたんだよね。あ、これはダメだとちょっと言いたくなかったんだけど、マジでなんでボタンがなかなか反応しねえの、連射なんかほぼできない。当時多分高橋名人よりも俺は早い連射ができる小学生だったけど、それでもできない。店長さんが納得したひどさだから、あ、これはあかんっていう、これはダメだ、もうこれは、うん、あ、これは返金でいいよって言われた。だってこれさ、このボタンを押すとギリギリギリって言うんだよ、このワイヤーがギリギリギリって音が鳴る。すごいぜマジで。ちょっとこれさ、なんかねえのかな。構造はよくわからないが、十字キー、レバーの上の白い、この、あ、そこ、え、この人は触ったことないのかな、飲んだけど。上の白いボタンが AB ボタンの役目を果たすのだ。なんか文章下手な。一体誰がこんなの考えた、いや、そこじゃねえんだ、これ言ってほしいの。あ、わからん。書いたら大したこと書いてないような気がする。っていうわけで、じゃあ、URL をもう一回、じゃあもう一回ね。ここで見てください。俺も友達んとこで触ったことある気がするわ。マジで俺これは誰かが持ってたっていうの聞くんだ。聞いてるのかと思ってた。ああ、いや聞いてるらしいよ。今オークションで売りに出されてますね、うん、どれこれ今俺が言ってるやつ。マジか。バインバインしてた記憶。いや、なんかガリなんかね、エキスパンダーみたいな音するよ鉄の鉄のエキスパンダーみたいな音する。ギリギリギリって言うから。URL 来たよこれ。じゃあ俺のやつも使って。ざんまいかけてるけど割と知らないのばっかり。ざんまいマジかよ。いくらこれ。1500円。ちょっと欲しい、ちょっと欲しい、思い出として。これがどんぐらいひどかったのかちょっと俺はもう一回体感したいわ。しかもこれ新品じゃね。ああ新品だ。1500円だと欲しいけど、あれだわ。タイムラインって何？あ、え？あー、ツイートのあれか。なんか変な、共通の話題がまとめて見れるやつか。俺よく知んねえけど。ちょっとじゃあ俺用のやつね。俺のやつも書いといていい？除外じゃなくて。俺の。いや、これはひどいよな。いや、これは、1500円だったのかな。だからデザインは面白いんだけどな。子供心をちょっとくすぐる謎のなんかさ、ワイヤーが出てるから。いやー、これヤフーオクだったらちょっと買ってたかもしんない知らねえオークションはちょっと使いたくねえな。はぁ、あ、そんなわけで、ゴムトさんが探してるのはファミリーキングというスティックでした。もう一回見とこうか。じゃあせっかくだし、これまあ持ってる人いたよね。知らないようなのをついてこそだと思う少数派。BGM は誰も知らない。あ、マジで。たださ、ちょっと言っちゃうけど、名曲、なんかゲームでも何でも、名曲って言われるものをまとめてる、なんかまとめとか、まあ、スレとかあんじゃん。ああいうの聞いてるとよくわかるけどさ、初めて聞いて、ああ、これいい曲だなっていうのが本当のいい曲、初見というか、なんて言うの、初めて聴く曲で、あ、これはいい曲だなって最後まで聴けちゃう曲っていうのが本当にいい曲で、それ以外はやっぱり、感情移入というかさ、ちょっとやっぱりこう、ひいき目で見てる。そのゲームの面白さとか、ストーリーのちょっと感動的な時にいい感じの時に流れた曲だったりとか。ヤフオクだと中古で売ってますね。はい、あ、マジで。究極三名人君。ちょい欲しい。新品が欲しい。でも1500円だ。 BGM って擦り込みだからな。そうコツです。そういう曲がってありますね。そう、しかし聞きながらならされていくのもあると思うが。そうだから、それは本当にいい曲なのかってなっちゃうわけ。好きな人のね、匂いを臭い匂いだとしてもやっぱいい匂いって感じちゃうみたいなさ、そういう擦り込み現象ですよ。だから
そういう風になっちゃうんだったら曲として正しく評価はできてないだろうっていう話です。だから本当に初めて聞いて、あ、これいい曲だなって思うのが曲だけ聞いてね。そうじゃなくてもやっぱりなんかね、デデッコデデッコみたいな、あの、なんだっけあの曲、デデッコデデッコは何の曲ファミコンのロードランナーとかさあれもなんかいい曲みたいななんだろう、昔初めて買ってもらったゲームの曲とか、そう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 、ああいう初めて買ってもらってすげえ嬉しかったゲームの曲とかさ、そういうのがすごく良くなっちゃったりとかね。それはロードランナーに限らずだけどさロードランナーいっぱい、ロードローラーだ、違うわ終わっちゃったし。ロードランナーかドンキーコングジュニアの2択。ドンキーコングジュニアはなんだ、どれだ。絶対正しく評価されてないから知らないやつ100人に聞かせて選んでほしい。うん、そうそうそう、だから曲を、だからそのゲームを知らなくて曲だけ聞く、初めて聞く人とかに評価してもらうっていうのはすごいあると思うね。ただだからまとめとかで見てるとほとんどいい曲はないああ、なるほど。こういう曲をやっぱいい曲って言うんだろうなって、うん。曲を正しく評価できない人がこういう曲を評価するんだろうなって感じ。でもスルメとガムはあると思う。スルメとガム。ああ、あるよね。あの、だから、こう、繰り返し聴いてると、アルバムをこう、繰り返し聴いてると、なんか、最初、いや、あんま好きじゃない曲だなと思ったら曲好きになったりとかね。でも、それはいい曲なのかどうかって言われるちょっと難しい。いやでもほんとね、ステージ性のアーケードは一面でガトツ感できますね、うん、ラディウスとかドラスピとかには一発でやられましたね、うん、そうね、あれはそれこ大事、ゲーセンはやっぱりこの爆発力とか瞬発力大事だからね。ファルコム信者がランキング荒らすからみんなで選ぶゲーム BGM 動画は見なくなった。そうそうそう、いやあれろくな曲ないから、なんかまあまあね、こういう風になんかなんか歌詞が乗りやすい叙情的な曲がお前らは好きなんだろみたいな、それはね、曲をね、評価するのってすごく難しい。まあ、大衆向けっていうのもあるけど、それをなんか名曲、まあまあ、大衆向け名曲と、まあそういうふうに、クロード好みの名曲とまた別だからさ、まあどっちが正しいかって言われたら難しいし、どっちも正解だと思うし、ただ、なんかちょっとやっぱり、相変わらず、所長さんって厳しいですね。厳しいですね。だから、いや、だからはっきりしてほしいんだよね。どっちその、なんと評論家気取りなのか、なんかその素人目で見た評価なのかみたいなさ。いやー、だって、ゲームの曲はゲームありきだからな。このゲームの、そのタイミングで流れたらそれは名曲って言われるわなっていうさ。どうした？ちょっと待ってね。マジンさんいらっしゃい。マスカルさんいらっしゃい。ファミコン将棋竜王戦とかノリが良くて好きだけど誰も知らん。クロート好みの曲がって言われてノイズみたいな曲聞かされて、ああ、そう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 。多分ゼータガンダムなんか二回りしたような。納得してくれると思う。あれはまあアレンジだからな、言ってもな。いや、ファミコンのアレンジってすげえセンス問われるよ。うん、まあな、そうそうそう、だから、ただやっぱそれはゲームの枠内だけで騒いでてほしいんだよね。なんかシナリオがいいって言って。社長さんのおすすめの絶対良い曲ってある？絶対良い曲。あー、アゼル、パンツァードラゴン RPG アゼルエンディングテーマとか？ポケットザウルスの。俺あれ嫌いなんだよね。あんな、なんでこんなもん好きなのっていう。アヌビスのオープニングみたいな、あのわけのわかんない言葉の歌あれひどくないあれは子供魂もいいとこじゃない、なんか歌ってる人がまずおかしい、なんかふにゃふにゃしてるし、あ、俺好きだったそうだろ、あれすげえ好きな人いるんだって。いや俺以外の人はみんな好きかもしんないけど、ひどいって、あんなの、あれとアゼル比べてみたら、あ、どっちが本物かってわかるだろっていう、そっちでわかるっていう。スーパードンキーコングのオープニング、スーパードンキーコング、あ、いい曲だね、テンション上がるねあれ。俺がみんなが好きだけど俺が嫌いな曲は、スターソルジャー、基本的にはスターソルジャー、あれは本当に子供の時から本当恥ずかしくて、うわ、なんでこんな曲なのっていう、聞きたくないと思った。もうなんか虫ずが走るとは、このまさにこのことだと思った。あー、ZOE の方か、コキアみたいな、変なあれね、変な言葉のやつみたいなやつね。いやマジスターソルの曲やばくないあれちょっと聞きたくない、逆にうずうずしたくなるわ。スーパードンキーコングはあんまり俺よくわかんないんだよ、あれ。あれがなんかすごい評価されてるけどよくわからない。音源が良くないっていうか。バルーントリップの曲、いい曲だね。
あれいいね。あれシンプルながらに、もう削りようがない。完成度が高すぎて、もう、ここいらねえなってとこがないみたいな、ああいうのは好き。だシンプルなドット絵の魅力みたいなもんだよね。ドット絵ですごく情報量とか表現量が少ないんだけど、完成度はもうこれ以上、削りようがない。修正のしようがない。完成度みたいな。だそういうのは評価しますよ、ちゃんと。ただなんか豪華で、なんかオーケストラがいいとかそういうんじゃない。ちょっと待ってね。スターソルジャー。BGM どっかねえか。バルーントリップは最後まで聞きたくて頑張ってた。わかる。わかる。いかに、いや、一時期風船取らないように曲だけを録音しようと思って、すげえやるかで、すげえなんか戦ってた俺。じゃあちょっと聞いてみようか。あ、うるせえ。うるせえ。あ、音悪いな。もう恥ずかしいもん。なんかもう恥ずか、汗かいちゃうわ、これ。もうここがまず嫌いだし、パワーアップした曲もあんま好きじゃないし、風船は電気通さないだろと今になって思う。あれなんで電気を通すって話。ああそういうことね。いやあれ相当強い電力なんですよ。まさに補正の塊だな。フローネット、ん、前回1位誰誰、今回の F なんたら FM のやつ。これここまずこの曲。風船なら通しますよ。通す通す、雷とか通すでしょ。うん、来た来たよこれ。思い入れみたいの入れるとまあいいだろう。あのスーパースターソルジャーとかはまあ許すわ。これはないわ。これ小学校の時の時もうなんかうずうずしたもん。なんかもうやめてくれと思ったもん。何にもイメージ、なんか雰囲気と合わないし、まずそのシチュエーションと合わなすぎる。なんかもう一体感がない。無理やりくっつけた曲みたいな。そうそうそう、思い入れがない人の方が話しやすい。それもあるかもしれないな。虫図が走るとは。いやー、これ恥ずかしい、この曲、マジで。なんて言えばいいんだろうね。なんかすごいよね。いや、だってなんかすごいもん、なんか。なんでそんな。怖いよー。怖いよー。まあ、スタソルのあの何にもパワーアップしない曲とかさ。あー、なるほどね。ベタだからじゃない。ベタだからじゃない。ベタというかね。なんかね。繰り返しがダサいの。すげえ、ダサいの、すごく。スタソル。こんなにダサいのになんか、みんなが喜んでるのはもう思い入れ、もう完全に昔の楽しかった記憶込みじゃん、みたいな。でってれー、でってれーだよ。やばくない、これ。わ、俺、口に出したくもない。気持ち悪い。ダサい。すごい。すごい破壊力だ。俺の心をすごい一瞬で蝕むね。あ、怖い。やばいよ。でってれー、でってれー。でれでれ、でってれーだよ、ずっと。恥ずかしい。怖い、もう。何かもう無理だ。俺もう無理だ。でってれーって。出せ。怖いわ。だって、チューティングの曲だよ。で、なんかこう、あんな SF チックな画面にあんな出てれーだよ。大丈夫ですか？ひどくない？体温上げないときこれ、俺歌ったら上がるんじゃねえ？カプサイシンより効くわ、これ。いやー、怖えわ、マジで。しかもそれ、高橋名人が歌詞つけちゃったんでしょ？すごいね。仕事とはいえ、ちょっと。拷問だろ、それ。初見です。あ、初見です。わらわら面白い放送です、ね。ありがとうございます。いや、マジで、マジで。俺が好きな曲はやっぱり、でも、ファミコンで言えば、そうね、まあ、ラグランジュポイントとかまあ好きだけど、あと、マダラとかさ、あれはコナミが好きだからだけだと思うんだけど。多分自分がドラマ以外が作ったドラムパターン聞かされた時の感じだな。あ、そう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 。あ、この人なんかこれでいいと思ってんだろうな。最近なんかあったんだよな、そういうの。あのね、なんかね、YouTube に女子高生が自作の曲アップしてて、なんかね、鬱っぽい内容の
曲なんだけど、あ、この人何にも音楽の基礎とかを何も分からずに、しかもセンスもなく、あ、これで曲って成立するんだなっていう感じで作っちゃって、そのまま完成させちゃってんだなっていう人がいて、うわ、これなんかちょっと期待して聞いて損したなと思って。たまに面白い人いるじゃない、若くて、若いけどめっちゃセンスで作っちゃう人。センスはなくても多少努力はしてて、なんか気持ちは伝わってくるとかさ、全くないんだよね。なんか打つキャラっていうか、なんつうの、女の人ないの、メンヘラ的な、なんかこう対バンの、これ多分グーッと出るかもしれないけど、対バンの他の人のバンドの曲をちゃんと聴けよみたいな曲とかさ作ってんだけどさ、俺これ面白い曲だったらちょっとツイッターでつぶやこうかなと思ったけど、もう、完全にやめたもんね。対バンしてるときはみんなでライブを作ってるんだから、他のバンドのね曲のときはちゃんとその他のバンドの時には聴こうよと。自分たちがね、バンドで、対バンで出てるライブで、他のバンドがね、演奏中は聴こうと。ちゃんとみんな聴いてあげようみたいな歌なんだけど、そんな世界じゃねえから、あそこ。そういうんじゃないもんね。本当にいいもんだったら聴くけど、大体聞かない。まあ俺は聴いてたけど、聴いてあげようで仲良しクラブじゃねえんだから、聴いてあげようみたいな、聴かなきゃダメとかねえから。そんなね、甘っちょる世界じゃない、あそこ。本当にいいもんだったら聞くし、あまりにもいいと逆に聞かなかったりとかやってましたね。あんまりにも良すぎて逆に聞けないとか、俺たち何なのみたいなさ、出てるじゃねえよ、マジで。ひどくないあれ。スタソルの曲。パワーアップの曲も明るすぎる。SF の世界、宇宙の真っ暗な宇宙のああいうサイバーっていうか、SF の空間の曲じゃない。出てれ出てれやばいでしょ。俺たち何なのってあるような、そうでしょ。うわぁ、これ聞けないわ、みたいな。レベルが違うし、なんか俺たちこの後演奏するの無理、みたいなさ。そういうのも含まれるんだからさ。やめろ。あれ、やばいって、スタソルの曲は。しかも、スタソルのあの、デフォの曲だけじゃないから。やったーじゃんねえよ。パワーアップした曲もひどいし、まあ、タイトル画面の曲はまだいいかな。ひどいよね、あれね。俺多分ファミコンで一番恥ずかしい曲はあれだと思う。で、意外と好きなのが、バギーポッパーとかああいう曲。でもやっぱ俺なんか、一周が長い曲が好きなのかもしれない、単にな。オリュンポスの戦いとか、あの、ゾンビハンターとかさ。ああいう、あの、曲の構成が見事だな。ホステージの曲でってずっと違う。ホステージのがまだいいわ。でってれじゃないわ。ありがとう。ありがとうじゃない。頑張って。ちょっと出てれってくる。みんな何やってん。何言ってん。ホステージはまあ妖怪だもんね、あれね。ポケットザウルスの橋本ザウルスも今や机にのお偉いさん。あ、橋本名人？橋本ザウルスっていうのあの人。ああ、橋本ザウルスってあの、ポケットザウルスの主人公のことだ。もう死ぬ、絶対死ぬからやめろ。悶絶死するから。いや、だからほんとスターソルはマジでみんな気づいてほしいんだよ。スターソルジャーの曲と、アヌビスの曲の恥ずかしさ。アヌビスマジやばくね。なんか、歌唱力あんまない人が無理になんか、日本語じゃない歌歌ってますみたいなさ、ちょっと聞いてみようぜ。ここはちょっと一つ。川上から桃がでってれいでってれいと流れてきました。いや、終わりなんかいい。あとな、1分ぐらい。アヌビスってさ、どれ歌、なんていう歌なんだろう。バーサスアヌビス？アヌビス波中に風な痛さだね。いや、あれすごい、マジでちょっとボーカルのひどさを聞いてほしい。曲はともかく、ボーカルがひどい。ボーカルがなんかよく分かって、プロ意識がないというか。あ、ありがとう。ちょっと探してみるわ。じゃあ次枠で聞いてみよう。オッツベース。はい。ベース。パパ、待って。デッテレイ、デッテレイ、デッテレイ。やめなさいよ。やめなさいよ。ちょっと痒くなるから。ちょっと待ってね。これかな結構、だから名曲とされてるんだよ。これがまたな。恥ずかしいことに。オープニング流れるわ。全部、オープニング全部だ、これ。ちょうどいい。ダメだ。我慢することができない。はぁ、あ。ダガーでいらっしゃい。あ、何日だっけあれ。あれ何日だっけ記憶言ってねえ俺。
火曜以外だったら OK ですよ。和光津アンタリアカリラーメン、緑の大地はデッテレイの夢。和光津デッテレイの夢。ずっとずっと後ろで言ってるよ。ダサさの塊じゃん。こんなもんマジでちょっと変な汗出る、変な汗出る。変な汗出ちゃう。怖いわ、マジで。火曜以外？火曜以外だって、火曜はアメクリが無理らしいんだよ。水曜とかにするかじゃん。デッテレイ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 って後ろで言ってるよ。すごいね。ダサいのにダサいのが重なってゲームとマッチせないせない。マッチしすぎない。いや、マッチし全くマッチしない。和骨です。へー、ちょっとマジ、俺ちょっと酸欠っていうか呼吸困難になってきたわ。なんか粘膜が荒れてるわ俺。あーちょおアヌビスワコはい、いやこれね、違う、ボーカルがひどいの。曲はいいけどボーカルがやばい。なめんなよお前らって感じ。なんかちょっと待って、やめろ、デッテレイやめろ。誰だよ大体これ。100円ってことは名前が入る。誰なんだ。広告すな、デッテレイ。もう一回流すわ。じゃボーカルがちょっとひどい、日本人丸出しだわ。そういうんじゃないわ、もっと無国籍感を出してほしかった。ひでえ恍惚だよ。曲はいいよ、ボーカルがやばい。そんなわけで皆さんいらっしゃい。はい、これはボーカルがひどい。歌唱力がなさすぎる。もっと歌えって、歌ってほしいじゃん。なんかしゃべん、あのない言葉だから必死なんだよ、すごく。ない言葉なもんだから、もうなんかわからないの、この人たちは。歌えない。ん？ああ、はい。ああ、そうなの？ちょっと聞いてみたいんだけど、逆に。以降、苦手なの、あ、そう。ペルソナはもうあれ分かっててやってると思うんだよね、もう逆にね。だあんなダセーのなかなかないもん。あのダサさがなんかすごい見事に作品とマッチした最高の曲になっちゃってる。あれはだから曲だけで判断するのは難しいかもしれない。いやこれ惜しいんだって、マジ。ボーカルがない言葉なもんだから、もう歌わされちゃってる感がやばい。パンサードラグーン RPG。 じゃ聞いてもらおうか。合わせればウケるぜこれ。なんだって。あ、来た。これぐらいやってほしかった、正直。こっちがあれぐらい、アヌビスぐらい評価されるならわかるけど、こっちはまあゲームの知名度もないしね、サターンしかないし評価されないのはわかるけど、これぐらい歌い上げてくれるんだったらこっちが良かったね。こっちの方が全然良かったね。世界一ダサい動画ってなんだろう。まだボーカル来ないけど、これまたね、すごいいいのよ、これ。これはいい。本当に曲も、ボーカルもとか全部いい、これは。ただ、アヌビスは、ボーカルがもう歌わされてる感がひどい。日本人がなんかカタカナで英語を歌ってるみたいなさ。まあ、ない言葉だからしょうがないけど、でもそれはプロで、プロだわ、そこを歌い上げなきゃっていうね。魔人さんも、天気アムさんもいらっしゃい。トリスケスさん、オレンジさんいらっしゃい。これはぜひこの曲を聴くまでやってほしいね、このゲーム。まあクリアしろってことだけど、これがまあ似たようなもんだと思ったら、まあそこまでだな。あちょっとブラックラグーン聴いてみたいな。スケール感違いすぎるんで、ちょっとごめんね。あ、天柱って誰だっけ。天柱はそれさっきゲッツウさんが言ってたやつ。そうなの、聞いてみたいもん。デッテレイよりは恥ずかしくないと思うけどね。デッテレイやばいもん。これも造語、これドイツ、どこだっけ、古いドイツ語を改造したやつだっけ。ガチ PV にした動画。音楽で、あ、ほんと、このね、この曲すごい壮大で
ね、なんかこうなんだろう、ちょっと叙情的でというかさ、ちょっとこう重い感じじゃない。これこんだけ立派な曲に負けないのよこのゲームは。そこがまた素晴らしい。そのゲームのエンディングで流れて全く違和感がない。そしてもう全く一体感、完全に地続きというか全く違和感、継ぎ目がない感じ。もうまさにこの曲なのよこのゲームは。この曲の世界観、なんかどことなくこう異世界観があって、こうなんか壮大でみたいな、でなんかファンタジーとも SF ともつかないみたいな、こうちょっと民族っぽい音楽で、な謎の言葉じゃん、ちょっと英語とかでもないし、それが全てねこう本当表現されてる、最高にマッチしてる。いや素晴らしかった。ここまでやって完結、しかもエンディングの後にもう一個映像がついて完結だった。これは素晴らしい。あ、もういいわ。ただ誰もやる環境がないっていうね、サターンでしか出てないから。あ、広角機動隊とかね、アゼルの絵に埋まってるよ。ニコン、ニコン、デッテレイ、やめろよ。てか広告したやつは誰だ、デッテレイで。ちょっともう一回聞こうぜ。ちょっと俺マジマジ変な、あ、流れた流れた、勝手に流れやがった。かゆい、かゆいわ、体温が上がることによってかゆくなる。うわ、これは発汗作用あり。出てる上矢印、出てる下矢印、出てる。ダメだもん。あ、やばい、もうすっごいこれダイエット効果ある。すごいな、涙出ちゃったよ。あー、もうちょっと次の気を紛らわすために次のやり、ちょっと待って、もうちょいもうちょい、いやーこれ、ごいごい、いやこの曲も恥ずかしい、あ、意外だよ、この曲も恥ずかしいんだって。デッテレーダイエット、あ、ありがとう。これ何、いやちょっと俺なんか、な、あの体内の粘膜、あの食道とかが荒れてきた多分。っていうレベルでちょっとおかしい、体の中かゆいもん。そっちで大当たりになってるような感じの曲。そう、でも CD メディア、駄菓子屋のパチンコみたいなね、フィーバー音なんだよね。もうあのエスパードリームの店の曲みたいな、あれをもっとダサくした感じ。あ、これか、これ本気でこれ作ってこれなの、いつの年代のもんなのこれ。ちょっとなんか映像汚いね、これ元からこんな汚いな。打ち直し、 URL 省略644790、ブラックラグーンが聞きたいです。あ、わざとこういうセンスにしてんのも、あ、いいですね、口直しとしてはいいんじゃないこれ。コナミはここら辺のコナミ最高だもん。当時メジの歌聞いてなくて最近聞いて、マジか、ありがとう。パーカッションがたまんないね。ブラックラグーン聞いてみようかな。いやーちょっとマジ疲れたな。なんか顔がむくんだな、なぜか。あ、さすがに音楽やってるだけあって詳しいですな。何がだ、どれ、ブラックラグーン。ファミコンでコナミってやっぱ厚みあるな。あ、いいよいいよ、どんどん貼ってください。まあ、どうせ依頼来ないから。依頼も来ないし、どんどん貼ってください。ブラックラグン、あ、だったらはちょっと言いとる、もっとあるだろ、つなぎが。ブラックラグン本編欲しい。あ、そうなんだ。このゲームちょっと久々にやりたくなるな。これいろんな種類のステージあるからいいよね。そう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 、なんですかこれ、いや、嫌いなダサい曲といい曲を交互に聴いていくみたいな。これはきついっていう曲と、あ、これでいいわみたいな。知人が知りたいゲーム、あ、本当ありがとうございます。笠尾さんもいらっしゃい。裏 NHK FM。
これ元週面だね。今は仕事中らしい。あー、オッケーオッケー。 MIA のボス BGM とかゲームは全然面白くないけど。 MIA ってなんだ。ミッションイン誰だ。ミッションインじゃないんだ。ガンモン対応なんだっけ、さっきのガンシーの。エドワード・ランディもそうだよ。いやでもなんかちょっともうちょっと良かった気がしたけど、あの最初の曲だけだったのかな、良かったの。じゃあブラック・ラグーンの外国で大笑いされた曲。ミアってグリーンベレーのリメイクみたいなやつでしたっけ。どこのハードライドスペシャルや。どこのこれオープニングの曲なんでしょ。なんかエセ英語みたいなってこと。あーいるね。インディージョンズみたいな人ね。マッチョキャラ。あ、これか。片言の日本語で日本英語のアメリカ人が歌ってる感じなの。これはね、そこの外人に笑われるまではにかっこいいなって言われたの。お疲れ。ていうかでもよくあるじゃんこんな曲。日本には我々でいうところのあまりのロックンロールみたいな感じで、すげえ懐かしい。わかる。あれでしょ、デストロイヤーのあれみたいなやつでしょ。雪やコンコみたいなやつ。まあペルソナなんてもっとひどいもんね。でもあれはひどいけど、あれはあれだと思うんだよね。もうね、逆にあれはわざとあそこまでひどくしてると思う。もう英語らしく歌う気はない。英語もいいでしょって感じ。そう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 。なるほどね。そこがいけなかったんだ。エルソナはもうあれだって日本のなんかああいう感じを出してる。うまく体現してる。英語の下手わからないので、どれがどう上手いからわからん。チンチョボン。でも英語どう聞いても英語の歌ではないでしょこれ。英語だけど外人が歌ってる感じじゃない。アメリカの生粋のアメリカ人が歌ってる感じじゃない。メサさんが貼ったのなんだこれ。これはなんだ。ずっと言って歌ありまなの奇跡もあるな。あ。わかるわら。だから喫水のアニメの内容的にも英語圏のイットに飛んだジョークが入ってるような内容だから、ただアニメは面白かった。言ってたね。英語のアニメは面白かったっていう指摘はだから何としか思わん。それはだから、あてかこれ何、めっちゃノイズ乗ってるけど、実機から撮った感じ。テクノ、ちょっと待ってね。元からなんだ。いやまあこれはテトリスに使われてる曲っていうのは原曲が素晴らしいからな。でもこれ原曲はない、オリジナルなのかな。あれなんだろう。なんかちょっとまた、ただいまゲームを探しながら、まあ今依頼がないのでこういう状態になってます。高見さんが来たら高見さんの案件を受けます。日本人にとってはどっちも分かんねえってことか。ノイズすごいね。これエマノンさんが入れたのはマイリスニーザーとゲーム曲。これ多分100分間ずっとってやつだね。テトリスはね始まらないよ。ん？来た。アランドラエンディング曲。なんで？なんかすげえ懐かしい感じ。モンコレナイトって感じ。いや絶対違うけど、あれはすごい良かったけど。カナの人の英語はすごく聞き取りやすかった。へえ。嘘。この言語はどこの言語だろう。難しいんだ。2出てるよね。アランドラとミランドラがちょっと混ざる。トルネコとトリネアが混ざるみたいなね。どっちもあんまやってねえから混ざる。アランドラいいや。いや悪いとは言ってないでしょ。え、なんか変な曲じゃない、大丈夫か。
なんかすごい気持ち悪くない？ミランドラとアランドラ、うん、別ゲーだよ。知ってるよ。鳥猫と鳥猫と鳥猫が違うゲームわかる。歪んだよね、なんかね。コード進行がおかしいんじゃないの。パソコンの昔のエロゲーのオープニングとかひどいよね。曲の構成としては別に普通だけどね。これはツッコミどころが難しいね。田中康平って書いてあるよ。でも田中康平って書いてあるな。おかしいな。多分ランドラ久しぶりにクリアして速攻入れた。高橋、高橋バージョンやばい。グニャってなる。55秒ぐらいから。55秒ぐらい長いんだよ。やっぱこれは音源、音の質とかじゃなくてこのメロディーラインがもう全部ダメなんだっていうのがはっきりする。前、社長さんの枠でかかっていた。どれだろう、どれだろう。ミディか。爽やかだなってか、なんかちょっとビジュアル系みたいなリバーブ。音楽三昧。オーダーミク。今日のゲーム音楽三昧。ああ、どうなんだ。オーダーミク組。え？メロディー、何、歌、歌全然書けなかった。ねえ、なん、無視してた、無視してた、全然聞いてなかったよ。プリセットなんですか？違う、どうなの？プリセットではねえだろ、さすがに。変えちゃってる。デッテレはやっぱ本当にダサかったっていうのが分かった。バーコ、初代スーパーマリオに歌が入ってる音源ない。おー。誰？俺って、あの、ライディーンに歌詞がついてるのは知ってるけど。来たるべき未来だっけ、なんだっけ。来たるべき世界だっけ。なんだっけ。あれは笑ったな。君に胸キュンとか言ったもん。疲れたわ、もう。タイくん、今、マジでこれ。疲れる。コズミックサーフィンに移す。どれ？あー、こういう感じなんだ。なんか違うんだ。あの、デッテレーに曲をつけたわけじゃない。曲とか歌詞をつけたわけじゃない。無理のないようになんかくっつけた感じ。なんでこんな曲なの。 PC エンジン版のスーパースターソルジャーの CM の曲こんなんじゃなかった。ああ、歌詞は、ああ、何の話、つまりあるんじゃない。浮気のフル胸キュン以外は、いや胸キュンもあれ別にいいんじゃないの。デッテレーに歌詞に載せた。そうだよね。なに、ルーンさんがなんか貼ったよ。これ絶対これ PC エンジン版のスーパースターソルジャーの曲だった。あの、CM の曲ね。ウエスタンショー、ウエスタンショーに絵をつける。ん？なんか URL 二つ来たよ。君に胸キュン。違う曲じゃねえか。この番組の主題歌だったから聞くとおきおきする。そうなんだ。使っていいの、あんなの。コズミックさんアイドルに曲書いてたよね。チカダハローじゃん。うん。調子乗んなよって感じだね。何これ。好きそう、俺が好きそうなやつ。やっぱりそうだろう。よかった、切って正解だった。嫌いじゃないが、あの人のキャッチーはすごくなんかベタベタすぎてなんか調子乗んないって感じする。
じゃあこっち行ってみようか。はい。来たおい。本来ね。CM じゃない。これ昔聞いたな、なんか知んねえけど、小学生の時にこれとさ、あの素晴らしい愛をもう一度熱唱してるやつ、あれ何、あれ本気聞きたいんだよ。あとあの家族の焦燥だけど、笑ってバカボン、テクノカットだね。いや、空手バカボン。ひどいねこれ。なんでこれ。俺はなんか昔だからなんかちょっとすごいなと思ったんだよね。いいんだこういうの。音楽って自由だなって思った。あ、22人なんで高校。ちょっと出て例で来ちゃったじゃん。ねえ、勢いはこれ後ろでむせてんだよね。そうそう、ゲーム探しようです。あとダサい曲といい曲を聴いてる。インディーズだよね。もうそう、金賞前空手バカボンの。これこの声誰なの。めっちゃめっちゃいい声だな。なんかすごいなんと通る声というか、声優さんみたいな。これは家族の、あ待って、一応出すわ。はい、これもすごいよね。いいのこれって思った当時。サザエさんの歌、なんか中野に来た。よし。これ以上音量上げられない。大月健二ですね。これも空手箱もんだね。金賞前ケラとかとやってる子ってのことなんだ。嘘でしょ。いや、ブロードウェイはなくなんないけど、サンプラザはなくなる。誰だこれ貼ったやつ。笠尾さんじゃない、マックスさんか。ちょっと待って、何このグルーヴ感。あ、ごめんごめん、なんか流れちゃった。うん、なんか中のあとから、そう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 、ただもっとひどい曲だったんだよね本当はね。あとあれだ、ドリフターとかさ。ドリフターはもうダメだよね。いろんなドリフターズのひどい話をずっと並べる歌。しみどろの白衣で歌うっていう、しまみれ白衣。いやでも本当いいわ。やっぱりいいわ。そしてこっちに戻る。すげえ貼られてもさ、これ流しきれない。じゃあこの次にこれを流そう。へへ。いやでもさ、日物に関してはちょっと表現できないというか、あの評価するの難しいよね。音楽としてのっていうよりは、なんで、なんだろうな。非常に評価しづらい。だって他の音楽とちょっと違いすぎるでしょ。だけど音楽の法則から全く外れてるわけではなくて、すげえ個性的。個性っていう意味では相当マックスレベルだよね。なんかちょっと演歌っぽくもあるというか、なんと日本的ではあるんだけど、周波数が音階からずれてるような若干ずれてんだっけこれ。歌わせる気はないから。あ、小説が聴いてる。すごいよね、音色選ぶセンスもおかしい、ね、そうなのそうなのそうなの。多分あの式毛というかさ、
いる色弱の人が描いた絵みたいな。なんて言えばいいの。もう他の人では無理。リュウクさんいらっしゃい。テラクレスさんなんかもそういうこと。ちょっと長い長い。ちょっと待ってね。中華テクノポップ風にしたかったんじゃないかなと思うマグマ、なんでこんなビンビンしてんの、ね、っていう感じが、なんかメタルチックな音とはなんつうの。難しいな。こことかすごい。例えるなら耳が聞こえないのに作曲をするような。サムラ違う。ポリシックスみたい。なんかちょっとだからさ、1970年代とかのあそこら辺の、あいつらだ、あいつら、ヒカシウとかがいた頃、元気だった頃のさ、あと誰だっけ、あの人、軽音のキャラになってる、あの人たち、なんていうの、プラスチックスじゃなくて、なんだっけ、あー、じゃあ、また喉痛い、ちょっと待って。そう。ピーノベル。あ、喉痛い。急に喉痛くなっちゃった。平沢さん。ああいう人がすげえ活気があった時代みたいな。まあ時代も、まあ、ずれてはない、ずれてるな、ちょっと。平沢進さんか。そう、平沢進。とか、ああいう人がすげえ活気があった時代。なんか奇抜で、なんかこう適当にやってるようだがしっかりしてるみたいな。いや、なんて言えばいいんだろうな。奇抜で、なんかちょっと新しいいろいろ風を取り込もうとしてる感じがする感じ。すごいね。いや、だってこれすごいよな。楽譜が見たいもん。一番有名な長州の入場曲。あ、はいはいはい。いや、これもう唯一無二と言っていいよね。すごいよな。たまにこう音楽の、本当に音楽の硬い音楽の方でも全芸術的なやつあるけど、あれもちょっとすごいよな。ちょっとやっぱ独特な脳をしてるんだろうなって感じがする。お花の師匠。中華テクノか。だってなんか、ちょっと和風というかアジア的だもんね。いや、すごいな、なんかな。もうちょっと、圧倒されるわ。どうなっていくのか興味深いわ。鹿の BGM か。鹿は縁に、なんだっけ、ファミコンで、違う。ファミコンの地下がネームエントリーだっけ？そう。オースウェイなんか？どこあるか。そしてここで、デッテレイ、すごいメロディーラインだ。ちょっと待って。オスでした。あった。あと何秒？あ、あと30秒。これだよ、だって。やるすごいね。いいよ。さっき流せなかったやつはタブで開いてあるんで、次枠で見ます。すごいな、これ。みんな高尾さんが来たら教えてね。これ言うの早かった。若干コナミっぽいな。出てる出てって20歳です。はい。待っておこう。それは。はい。皆さん、高尾さんが来たら教えてください。とりあえず気づかない可能性大。音がね。なんでこの厚みを持たせてしまったんだ。さっきのものに厚みを持たせたみたいな。はい、リュークさんもいらっしゃい。若干ちょっとオーケストラ的な。昔の、いや、これね、違うの。これ日物だけ。
日物がおかしいの、日本物産がおかしい。なんか音良くなってるじゃん。そうそうそう、なんかすごい鉄なんだよ、薄い鉄を裂いたような音。ネイルソーよく使いこなす。あ、好きだったゲーム終わっちゃったんだ。違う、ユーフォルボタンガー。だって想像しいじゃん、想像しい。だから民族楽っぽい、ちょっとね、ブレイクビーツ的な、ブレイクビーツジャンルがあるんだ。これを言い表すジャンルが。ありがとう。最初は聞いてみようか、これ最初は聞いてね、俺いい。今ね、コイン入れた音。うわ、なんでなんか音ついてない。マジ爽やかだね。そうなんだっけ。え、そうなの。なんでか爽やかなの。うん、いや、すごく普通にいいよね。ただ爽やかすぎる。ベースがドラムとか作曲した曲なの。でも比較的キャッチーではあるよ。なんか昔のアイドルソングみたいな。チャズネさんいらっしゃい。ルーンさん、みどりさん、笠尾さん、皆さんいらっしゃい。レンさんも、マックスさん、ウンダギさん、ギュークさん、ホージューさん、ゲクフさんいらっしゃい。普通にいいよね、でもね、なんかね、ちょっとつまらないぐらいいい。ナムさんいらっしゃい。ああ、いいですね。どうなっていくの、どうなっていくの。え、終わっちゃった。ああ、いいね、コナミっぽいね。コナミっぽい、急に。あーでもちょっと違う、順番待ちやっぱ日物だな。順番待ちいないよ、高尾さんは来ないだけ。来たら教えてください。さあ次行くか。うわー出てる、これなんだっけ。あ、これか。あー、ブラックラグーンか。それはちょっと取っとこうぜ、取っとこうぜ、出てるで取っとこうぜ。いやー、じゃあちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あとなんか誰が貼ってくれたかわかんないやつ。キネなのこれ。アリスエルさん、キネ？なんでキネから始まる？なるほどね、いいんじゃない、時代は感じるけど別に今聞けば恥ずかしいみたいな感じじゃない。でも別に、いやだってスターソルジャーは俺は当時から恥ずかしかったんだよ。聞いて、トムといえばレボリューションではなくネットワークだよね。そうだね、これだよ、これ出てる。これなら金曜日のライオンも恥ずかしい。金曜日のライオン、冬のライオンじゃなくて、てか若干慣れてきたんだけど俺。なんだろう。もう小学校の時からもう嫌だったのにあれ。
あ、消しちゃった消しちゃった消した。タブ消した。これはどれが先だ。これが、これだって、これだって、スーパーマリオ貸し付き。お父さんも結構好きで、連絡会大変でしょ。うん。アイドラプターさんいらっしゃい。俺が言ってるやつはね、なんかね、ちょっと、ロボットみたいなやつ。え？これ昔のやつ。谷山、こう、なんていうの？嘘、そうなんだ。タブ消した。タブ、しわかんない。タブ消したって何なの。あーごめんよくわかんないから、むしろどうなのこれ。いやどうなんだ、ありがとうじゃあたまにこれ挟んで。ファンタジーゾーンの命令もかなり恥ずかしい。ファンタジーゾーン、あーあれか、あれはまあ昔のアイドルソングみたいなやつだよね。曲だけで聴くって初めてだなこれ。真っ黒森、いやそうなんだ。ふいふいうちねえ、チェイサーって何ああそうなんだ、今日フルそうだもん。このアレンジはしびれたミニ URL 省略。アレンジ、個人的にはサイコプロジャーが一番恥ずかしい。いやあれはもうあれだよあれはもう今じゃ作れないじゃん、あんなの。誰が歌ったってああなんないんだよ。あれはすごい。逆に 3DS 移植あの 3D で酒の合間の口直しのみ。ああちょっともう口直しが終わっちゃった。じゃあこれちょっと待って、どれがこれかな順番的にはこれかな。夏目来た、ドルメヒカみたいな。いや夏目はいいもの、夏目はいいからね。夏目はいいものですから。サンダーブレードどっちあチェイサーってそういうことか。夏目はいいでしょ、大体。とかありすぎる。あ、いいね。つかみがいいもん。サンダーロイ、ちょっと夢ありすぎる。影いいね。恥ずかしい。ん？夏目系なのに、サンダーブレード、そっちか。サンダーブレード移植してなかったの、まだ。夏目のファイナルミッションに飛び込む。なんでこんなさ、サブカル女子みたいな主人公ペンギンみたいな体型でこういうなんかベレー帽かぶってるっていう。サンダードラゴンでミニ四駆しかいやサンミニ四駆って変な名前多いからな、なんかググると意外と出てくるサブカル女子的な主人公、やってることも若干サブカルっぽい結婚つかなんだ、大変なことになる。でもなんかあの人才能あるんでしょ、あの人は扱いだけど、すげえサブカル女子だこれ。ゲームボーイって実は意外といい曲あんだよな、なんかこう、お母さん、お母さん、なんだよ雷パンって。はい、ありがとう。じゃあこれを、この URL をいただきながら次の曲いこうかな。これなんか別の曲なん、あ、変わったすごいテンポいいねこのゲームでどんどん面食いしていく。はい、依頼が来るまでどんどん、そう依頼が来るまでどんどん聞いていくよ。お母さん東方見聞録、あー東方見聞録お母さんお母さんお母さんってやつ。いやゲームボーイはやっぱ音源がいいのかな、音が。おおすごいねこれ、なんか見てるだけでドキドキする。絶対曲がらなきゃいけない人じゃんな、敵はな。阿弥陀仁的な。じゃあ1個もらったわけわかんないやつ流してみようか。え？脇見せる人この人。ドラゴンファイター、やっぱそうだ。おすすめ再生リスト、おすすめの中に脇毛のお手入れって書いてあるから、その人。ファミコンの三角波の代わりに波形メモリがあるから独特の音。ああなるほど、ね、え
わきりぼうぼうのお方か、わら。なんて言ってんのかわかんないけど。こんなのありならアシュラハラハラ。アシュラハラって誰？うわ、なんか、あれだね、戸川純みたいな。URL 省略。はい。LR の使い方が凝ってるな、ステレオの使い方が。黒キッズったら瞳より香りよな。これどういうこと？この人ってどういう人だったんだ？今で言うと誰なの？エロも行くし、あの人みたいな感じかな。あの人名前わかんないな。アシュラハラの入場曲、すごく名曲だと思う。ほう。峰不二子という女の主題歌もつぶやきだったな。何それ、ささやき系なの？断密？あ、断密よりもっと言ってんじゃない？だからあの人なんて言うんだっけ、なんかもう AV 言ってたけど、もう最近、12ちゃんとかテレビ東京に出てる、たまに出てる人。これ新しい方だ。どのアテナがお好みか。どのアテナ。94は将棋だったらでもな。韓国に行ってからおかしくなってるの。俺でも蜃気楼の映画あんま好きじゃない。2001のアテナがなんか違う感じ。2001。そうだから韓国に行ってからだよね。これ94の青気持ち悪い。なんだ今。2001のアテナはゴリラって言われてた。2001ショートカットのやつ。あ、これネオジオ CD 版なんだ。このさ、曲テンポが遅すぎて全然聴けないんだよね、ネオジオ CD 版ね。すぐ終わっちゃう。誰が歌ってんの？いや、悪いものじゃない、悪いものじゃない。いや、その声のサイコボールも94だし。意外と声出んな、この人。これサントラ持ってた気がする。マジで俺は CD2 枚、普通にゲーム2枚持ってる。なんで持ってるのかわからん。多分みんなネオジョ CD いらなくてサターンに移行しちゃった。その時捨てたの俺が拾ったの。あれ、なんでこの、待てなんでこの、今日の飯は辛い飯だぞ。あれ、サンダーフォース5かな。めっちゃかっこよくね。めっちゃかっこよくね。こっから盛り上がってくるの。情熱大陸風にアレンジだって。誰？レジェンダリーウィング。レジェンダリーウィング。情熱大陸アレンジ。サンダードラゴンくん。ゲーム探し枠もこういう流れもいい。サンダーフォース5の一面。それを知らないとちょっと感動ないよな。ちょっと待て。やべ、俺が想像した方に行かなくてちょっと、ね、やばい。いや、食堂の粘膜でえぐられるぐらいの感じ。なんかちょっと惜しいな。そこ行かなくてよかったんじゃない。博士太郎っぽい人たち。音がやっぱりしょぼいな。これやっぱ生でやってほしい。無理だけど博士太郎にやってほしいわ。無理だね。あー、これなんか俺が思ってた方といかなかった、えぐられ、裏切られ方だよね。魂と肉体をこう別の方に引っ張られた感じ。行きたかったらそっちじゃないのにっていう、すごい気持ちいい前奏と本編が違う感じ。嫌いじゃない、嫌いじゃない、悪いものじゃない。ただ俺がちょっと高望みしすぎた。
別になんか思い入れが全くないのでよくわかる。ごめん。V9 ビオスハスドフ 8W& ペアツレプライ AI、 この変形ピーバイクてたらモノキロギターは普通だよ。ノンテロップバージョン。だよね、いつも辛いよね。これは勝手に俺が聞きたかったから流しました。なんだっけこの人、なんだら千尋だよね。あ、そうなの。これはカードゲームかなんかのアニメ化だっけ。ちょよくわかんない俺は。米倉千尋だ、その人だ。あの熱中プロ野球とかの人だ。結構アニメのオープニングとかやってるよね。ね、ナムコさんいらっしゃい。多分それのモンコレ、六門天外モンコレナイトというアニメ。ああ、そうだ、それだ、その人だ。ちょ誰か URL 探してみて。アニメ付きのやつだ。やべ、飲み物が足んない。バイアリースの CM 爽やか系だからね。突き抜ける青空が似合う人。モンコレ当時、あ、そうなんだ。中エアース、アフテアが人気だ。あー、エンディング？米倉さんは結構オープニング歌ったたね。オープニングっぽい感じだもん。なんでサンダードラゴン、なんでサンダードラゴン2なんだこれ。いやいいや、このドットやばい、こベースやばい。あざぜ、あ、ほんとゲームボーイとかだって。音が軽いなこれ。音は動画が悪い、動画が悪いです。ひたすら動画が、ただ動画が。ありがとう。あと何分ある。あと10分しかねえのかよ。20分どこ行ったんだよ。俺たちの20分どこ行ったんだよ。ちょっと待って待って、これ懐かしい。これ楽しかったな。なんか連射が激しくて、でもカードゲー要素アニメにはかけらもなかった。なかったね。これちょっとどんどん行こうぜ、どんどん行こう。ちょっとあれが同じだぞこれ。どうこれ、ミクはワクワクすんなねえ。いやこれ面白かったよね。なんかね、なんだろう、シンプルな楽しさ。はあ、これ音が悪いな。音の問題。曲はいい。音の質問。俺でも小林、鍋シーン好きなんだって。鍋シーンが好きでさ、まあルパンはあんま良くなかったけどな。結局はルパンは誰がやってもダメだっていう。鍋シーン好きなんだよ。
うわやべ、これどんな気持ちで歌ってたんだろう。楽しそうだったね。でもね、おだいねー、おだいゲーセン版の曲はまだいいかな、ゲームはあんま好きじゃないけど。あーそっかそっか、俺それ見てない、なんか避けてる。かなり歌だっけ。 あった、本物じゃねえかよ、本物の方じゃねえかよ。ワンダーモモンとかね、ワンダーモモン良かったんだけどな、あのテンションの変わりよ。嘘嘘嘘、この参加のドラムパートもあった。すげえ、なんかおにゃんこみたい。ドラムパートもあった。へえ、なんか PC エンジンのメタルヒーローっぽいゲームで貸していたやつあった。それはクロスワイバーとかじゃない、サイバークロス。何これ、金の力で。女で検索したらあると思うよ。本当、あーさっき誰か言ってたね。誰だよさっき言ってた、マックスさんじゃねえ。てかないよ。これ以降、これ以外ないよ。次行こうじゃ。パクリじゃないです。オマージュです。リスペクトだからな。これは何？あと時間ない。次枠もあります。ちょっと俺は水汲んでくる。ネズミっ子トンネル、あチェキっ子とかね、チェキっ子バンドが。誰か子供が作った替え歌を今作った。親子丼が食べた、なんだっけ、何丼だっけ。ミクで歌わせてさ、いいものって少ないよね。あ、そうなの、セクシー小学生。さっきのマリオのミクバージョン、なるほどね。イクラ丼か、あの
俺おさわるさんが歌ってんの聞いたことないからよくわかんなかったこれは映像がいいおすすめということで見てます。クッパのプレイだと、なんであれ、怖い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 、悪いものばかりじゃないね。来た。やっぱ喋らすのはミクには無理だ。これ何、ちょっと待って、杉枠だなこれは。あと何分、あと1分半。凝った感じということだね。ボカロ系は歌詞の付け方がよろしくないですね、うん、いやー音がいい、音がいいな、これ突き刺さる。折口博子の操作員は初めて聞いた、さっきマジか。おー、ちょっと URL 教える。米倉さん、あ、間違えた、なんだっけ、誰だっけ。あー、マリオの曲って別にあんのかな、古いのかな。何この、何これ原画みたいな。 NHK でかかってたやつ。 NHK でなんでソーサリアになるんですか。さっきのサンダーフォース5、ちょっと持ってかれそうになったな。魂わしづかみされたけど、肉体と剥がれて離されていきそうになって危ない。違う、これじゃないってなって、まだ行っちゃダメだと思った。そんなわけで次枠です。そうなの、そんなことしてんの。違う、そうじゃない。危なかったよ。なんか食道が痛かった。体内の粘膜が痛かった。あ、これ危ねえと思った。じゃあ次枠も、高尾さんを待ちながら曲を聴きます。ってか動画を見ます。お疲れ様でした。はぁ、お暇な方だけお付き合いください。で、高尾さんが来たらみんな教えてください。来たーって。獲物が来たぜって。レディース&ワクオツ、ワクオツ。ケロさん、タラピさんいらっしゃい。うん。イジルさん、リュウクさんいらっしゃい。はあ、ああ。依頼来ないですね。ああ、依頼来ない。依頼人も来ないし。依頼も来ないし。URL 省略。URL 省略。お、来たね。弾が来た、弾が。怖い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 、あー大丈夫だ。笠尾さんもいらっしゃい、ルセムさんもいらっしゃい。ごまだれと実装しました。何の何の、誰、カルブレ、カルブレ、あ、カルブレ聞いちゃおうか。ちょっと待てよ。和骨。ハムスター物語の BGM 聞くんですか。ヒリューの剣。ヒリューの剣の曲聴いちゃう。あ、来た。温泉って、ビームサーベル温泉ってあんな感じなんかい。俺まだ見てねえんだって。そっかー、まあ、あれかー。ルーさん、ズッカーさん、チャツネさん、カサオさん、ルセムさんいらっしゃい。言ったかな、言ったかなー。ちょっと待ってね。どれから順番に聞きゃいいかわかんなくなっちゃった。あ、いくら丼が食べたかったな。いや、でも、そうでもないかなー。ん？レデノさん、レトロさんいらっしゃい。
飛ばすけど。あ、え、聞いたことあるかもしれんけど。え？あとゲーム、ファミツウェーブ DVD のさ、オープニングにたまにアレンジがあったの知ってる？ナムコの曲の。マッピーのアレンジとかさ、警察官がなんか、警察官がこう犯人をコミカルに追っていくと最後死んで、子供が持ってた赤い風船がふわって浮くっていう、あれは素晴らしかった。映像も含めて。マッピーと思った。なんだこれ。確かに終わっちゃうよ、終わっちゃう、終わっちゃった、これだけかい。しました、昨日の解決しました。してないかな、してないかな。エスカドス引いてみた。すげえ、なんか左になんかいる、左に何かが。申し訳ないが原曲がわからない。ラジオアメリカ？ん？ラジアメって90年代半ばまでやってた。へえ。なんかベタなゲームの曲な感じだよね。シューティングの曲とか。元も知りたい。真ん中にも出てきちゃったよ。全部違う、あ、そう。面白かったんだ。なんかセットになってるやつが売ってるよね。え、それ何、何それ。モグラネグラじゃなくてラジオか。はい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 、あ、思い出した、このゲーム分かった。ジャッジメントシルバーソードのあれか、やりたい。俺なんで持ってないんだっけこれ。いや持ってんのかもしれない、やってないだけで。あー、これは面白かったような気がする、記憶がある。へー、なんかやってない、なんでやってないか分かんない俺。やらなきゃ。エスカトス、エスカトスセットがあるから。これは何だい、グラディウス3ミク。しかもなんかすげえ操作戦じゃねえ、なんつうの、インターレスじゃねえ、なんつうの、なんて言うんだっけこれ、最近使わない言葉で分かるのか。どっから変わってくるの。はい、ありがとう、受け取っておくよ。あ、これか、この人すごいよ、腹が出てる、腹が出てる、腹が出てるけど、なんでこれプーカーみたいなやつ。すごいけどうまい、伝わらない、ね、すごさがもったいない感じ。え、ミクの声なのこれ。なるほどね、無駄な努力的な感じだ。ナムコネタ、ボカロのボイパってことですね。そういうことだな、電子的なボイパ。なんだこれ。
いやすごいけどよくわかんないねもう何も聞かされてなかったありがたみゼロっていう何どんどん行こうどんどんちょっと待ってんこれはどういう流れで来たんだっけX6 万8000みたいなやつすごい努力村上加工してるからねああなるほどあそういうことか加工しちゃってんだあやっぱこれギャラファイのキャラ選択かこれギャラファイっぽいと思った電極がなかったもんでおおあれはかっこいいもんねあれ用のチップ積んでんだよねあれねギャラファイってねバカだよね最高にいい褒め言葉だけどさ最高だよ最高のバカだサンソフト本当何やってんのあいつらって感じ生音をサンプリングして曲で使ってんだよねあれかっこ無駄なことばっかしてんだよおおこの人は何たあの待て待てギャラファイってプロなのあれ難しいよね敵がちょっと動きがしっかりすぎる終わったあこれ、ね、ギャラクシーファイトって書いてあったわちょっと待ってね俺ちょっとむずい放送画面今なこれねあてってれ、わら冬打ちてってれ、でってれ徳さんの歌声はヘッドセットついてるねビートボックス、ヒューマンビートボックスじゃないあれちょっと、客が趣旨なんかないからだって客待ちなだけだから高尾美さん待ちだからこれパンチが効いてるってこと細いヘッドセットいじっちゃったよ。こここれ最音量が最大なんだけどさ。はい。一瞬てってれよ。TK で言えばシティハンター、ああ、3のオープニング。シティハンターってどうもエンディングの方に行っちゃうの俺なんか。ピストル大名の、やめてじゃねえ。ブリッジとして使うからえはい次流れる飛龍の剣飛龍の剣2の天女のテーマこの YMO の昔の PV みたいなこの構図飛龍の剣音なんかちっちゃいうわやったそんなちっちゃくなっちゃったっけすげえちっちゃくなったの。いやー曲はいいんだよな。プログラマー以外最高なんだあそこあのメーカー。プログラマーだけが。プログラマーがカプコンの人だったらな。誰なんだよな。全国100人のうちの2人はここに。最高金を使わざるを得ない。音は？音ってかメロン。プログラマーがひどい。ドット絵もグラフィッカーもいいし。コンボ曲作ってる人もいいし
もう全部いい、企画もいい。うん、何が悪いって言ったらプログラマが悪い。うん、夢の助とかそういうのは別にどうでもいい。地面から敵がいや、プロボクサーが入ってくるんだよ。プロボクサーとかが地面からモリモリって入ってくる。もう試合中の格好でね。うん、いや2はでも俺あんま1のが好きなんだけどね。プログラム、ワークエリア、ワークエリア時代が頂点。いやそうだね、初代飛竜の剣とか良かったもんね。そういうことですよ。だから食材もいい、店の雰囲気も最高、食器も最高で、なんかサービスも最高なんだけどあれ何が悪きゃいいんだ。そう、あとは味がなんか変、味付け、調味料がないということなんです。いや、食器がない感じなのかな。いや、どう、それは言えないな。割り箸だけど割り箸みたいな、そういうことかな。いや、割り箸、料理人がクソすぎたってことですか。そうだね、料理人がいけなかったね。それ以外は全部いい。そう、料理人がダメ、人がダメ、料理人がダメな上に、料理人がダメな上に割り箸っていう、フレンチなのに、そういう感じ。ゲーム BGM 弾いてみた動画でもいい。なんでもいいよ。もうだって動画今スペックってなんだよ。ストックがねえよ。スペックはあるよ。へぇ。R タイプ3。本当に違う。全然違った。R ついてなかった。タイプ。URL 省略。プログラマーは多いのかもしれない。いや、まあだから、あそこのゲームは全部プログラマー一緒だ、一人で作ってるんだと思うよ。逆にすごい人だと思うよ。超個性出てるから。アクション性のあるものに向かないんだって。本当は動的なプログラムに向かないのに、ビジネスソフトを作る天才にゲーム作らせた感じなんだ。どうなんだろうね。ネスバンド貼りたくなるな。ネスバンドがどういうものなのか俺は怖い。俺はあんまりろくなものを想像しないけど大丈夫。ボロクソに言っていい。いいならいいよ。俺はああいうのあんまり好きじゃないから。大学生ぐらい、大学生がやってる、ここまでちょっとゲーム曲っぽくないからやめとこう。あー、これなんかなんか騒動を起こした人、これうわすげえ。速度は合ってるけどなんか弾けてねえ。プチコンプチコン、どれ、えつぶさん、あ、これか。これ見逃したの、完全に見逃したの。懐かしいこの動画動画が懐かしいんだ。昔流行った。お DS10 でリッチレーサー、それに関するコメントばっかで幸運の給料になってかわいそうだよな。本当女の人なのこれ。ただでも本当に女の人ってどんだけこういいものを作っても見た目を見せちゃうと、もうそっちにみんな行っちゃう。バカがで、バカが圧倒的に多いからもうダメなの。俺の放送に来てるこういう人たちも他の放送で何言ってるか分かんないから。女の人の放送でさ本当に昔よくあったんだけど、俺の放送になんかJK マシロンという女子高生のマシロさんがいたんだけど、それ俺だけで放送してるとみんなこういう感じ、今みたいな感じなんだけど、女子高生が入ってくるとおかしくなるやつがいるんだ、何人かね。あ、だからよそで何やってるか分かんねえなこいつらって思った。そこで思った。いい勉強になった。うん、だ、ライディーの PV、 そうね、確かに頭が怖いわ本当。そうだから、そ、女に限らず、なんかこうね、突っ込む、なんかこことは違うキャラの人っていっぱいいると思うんだよ。すげえ、なんか昔のさ、日曜か土曜の朝にやってるさ、年齢一桁の女の子とかがさ、こういう感じで弾いてる番組なかった？おはようコンサートみたいなやつ。昔ピアノとかやってたからすげえ見せたけどさ、北朝鮮の狂ったすごい超絶技巧みたいな子供みたいな、ヤマハのやつだと思う。違う違う違う、それよりもっと前の昔やってた、題名のない音楽会より早い時間にやってるやつ。それでね、なんか9歳ぐらいの子がこれよりもっと上手い演奏するやつが昔日本であったんだよこれ。しかもオリジナル曲とかもね、やる。そうそうそう、あれよく見てたわ。そう、エレクトーンのやつ、エレクトーンの本当に全部足も、これ完全にエレクトーンの演奏の番組。トムに本人もショーで歌えない曲なかったっけ。本当に本当に。あとさ、
クラシックとか聞いてるとやっぱ楽譜しか残ってないからさ、ものによってはね、まあ、楽譜しか残ってないやつって本当はこれ作曲者本当はどういう風に弾いてほしくて作った曲なのかっていうのがやっぱ分かんない、伝わらないわけじゃない、楽譜しか残んないから。だから本当にさ、なんかこの曲はこういう風に弾くべきだっていうのは主観じゃない。やめようこれ以上はやめよう答えねえし。はい、この人はうまい、今の人はうまかった。難しい曲をいかに早弾きするかに努力してる感。あ、だから熊町の飛行とかそういうこと？何エレクトーンを押し続けるんだろう。なんだろうね。マック2さんのやついただこう。リッジレーサーだってこれ。リッジレーサーの曲らしい。お、これはちょっと気になる URL もらったよ。すーや、音いいな、やっぱ2台同時だ。と思ったけどまだ1台しかなってない。あ、これってリンクできるんだっけ。さすがだよ。あ、いや、デンプレの曲はすごいよな。あれもあれと日物はまた別の凄さがあるよな。日物をそこに並べるのはどうかと思うけど、あの人はダリみたいな、日物はダリ的な奇抜な、なんつうんだろ、なんつうんだろ、すごいよね DS ってね。いや、ゲームボーイもすごかったけど DS もっとすげえ。使ってギリディレイやってんのかな。どうなんだろうね、ディレイはできるのかな。昔スチャのボケが怖くてなんかやってました。マジで、これすごいよね。いや、これはリッジレーサーの何の曲なんだろう。日没は伝令芸術ね。でも音楽として成り立たないわけじゃないじゃん。ただどうやって作ってんだろうっていうレベルじゃん。発想がねえ。有名な曲なのかな。なんかすごい。あー、すごかったね。あれプロなんでしょ。俺未だにお気に入り感が入ってる。リッチ2の曲だね。リッチ2。デイトナー。あー、いや、熱苦しい曲は DS10 では無理じゃない。爽やかになっちゃうから。ナムコで、違う、セガでこれで作っていいのはカルテットぐらいかな。なんだろう、ナムコが日物、あー嘘、日物さ、こもとなの、マジで。もっともっと幅なくっちゃダメじゃね。これ LINE で入れてんだもんね。リッチのこれ元がわかんねえの。1台じゃトラック足りないまとな。うん、そうなんじゃない。ごめん、勝手にリンク踏んだ。あ、 PC エンジンっぽい。あと何分、おいおい、俺たちの23分どこに行った。そんなに聞いたっけ。なんか、あ、聞いたかな。聞いたわ。ああ、あー、これちょっと、あの、好みによるね、これ。悪くないけど、あんまり好きじゃない感じ。ふん、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 はい。なにこれ。これ何、韓国だか台湾の人か。昔以来で好みのバスケをお願いしたんですけど、はい。パンクショットかな ?2 対2の。ブレンバスターじゃねえや。ジャーマンができるやつ。あ、ビキ。なんこれ。なんでしゃもじなの。ダブルジャーマン、ダブルジャーマン誰。マーストゥーリウス、マーストリウス。これ何、ゲーム音、ゲームの曲、ゲーム音。ルーンさんもあったっけ。ビーマニー。ビーマニってこういう感じなの。おお、これ後ろどうなってるの。あ、ギターパート、そういうことか。あれも、あの人も変なの持ってるんだけど、変なの。
よし、あと5分だから切る。行こう。デスクリムゾンのオープニングをってこと、そういうことかい。喋るとこもかい。あー違ったんだ。答えいただいてたと思うんですけど、一応スーパーバスケットボールで、あれ未解決だったんだっけ。 URL 省略これですか。ちょっと待って、ちょっとなんか待てよ、マッカラさんのあれが気になる。デスクリムゾンってどういうの。だこれ逆にこれ曲だけ出て中止したの。これ解決してたような気もする。はあ、したかなこれ。なんかゲーム探し枠ではなんかあんまり見た記憶がない。ありがとうございます。2回決断に入ってたかな、調べてみる。そうだね、まあ、元知ってるからねこれね。あれあれ言わなくね。とにかく入ってみようで言うと、俺は赤い扉を選ぶぜ。ここかここか。せっかくだから、おい、俺はこの赤の扉を選ぶぜ。ここは普通なのかよ。ここは普通かよ。びっくりしたわ。赤くない、あれ上の、上がちょっと赤いな、あれ上の宝石が赤い、赤と緑となんかあるね。見るとやっぱギターにはかなわねえなと鍵盤派として思うわ。なるほどね、自由度って意味で、表現力って意味だよね。まあ表現するもののあれだよね。あ、これこの人もじゃねえかよ。この人もやってんじゃねえか。これプロのバイオリニスト。へえ。哲平先生。へえ。有名な人なんだね。ご用だ。弦楽四重奏とかでやっとしたからこれな。一人じゃ、まあ一人でバイオリンってやっぱ音がな、幅がな、限界あるからな。もう隙間なのかもしれない。違う違うの、扉の上に赤い宝石がはまってて、赤い扉じゃない、赤い扉じゃなくて赤の扉だから、赤の扉、赤い扉じゃないの。赤の宝石がついた扉。本当に赤い扉は、パッパラパオーンです。それがね、出てくるのね。ボカロ曲をよく弾いてる。へぇ。URL 省略解除75。この、白いグランドピアノが気になる。てかもう URL なくなったよ。パッパラパオーンは本当に見てて不安になる。あれはね、ボイチェン使いすぎなんだ。あー、ここ。チェロ、チェロ、チェロ入ってきて。おお、そういうことか。コーヒーこぼれない服ですね。いい音だ。本当だよ、カレーうどん食えねえ服だ。URL 省略。はい、ってかもう1分半しかないから。まあ今日は来なかった、高尾さん来なかったってことで。いや、ここ弦楽四重奏で見たかった。あれ、URL 切れてねえ、これ。日本語が入ってるからダメだ、これ。ドラクエ3か。何の音？風の音か。いや、もしかしたら高尾さん家が四国とかだったらね、来れないか。それどころじゃない、避難してるかもしれない。検索ですかね。タグ検索。ラブソング探してのさ、タグ検索。さっきなんかタグがどうたらって誰か言ったけど、何のことだろう。アトミチャンネルさんとノイズさん用意しよう。ん？2チャンネルさんとノイズさん仕様。ていうかこれ、七個目さんの URL 切れちゃってる。そんなわけで今日はお付き合いいただきありがとうございました。依頼は一つだけ。依頼は一つだけ来た感じ。うん。ファミリーキングが解決。これ画面見えない。こんな感じでしたね、今日ね。俺のやつも探してた。ウルテグ三名人くんってやつね。お疲れ様でした。ありがとうございました。また、高尾さんは別に。